あ、ごめんなさい。紹介してるときはずっとこっちでやりますんで、ありがとうございます。はい、でください。はい、出社っていうところで読み上げるところがありますので、もしできたらその時のタイミングで裏面していただければ。はい。始まりました。よろしくお願いします。お願いします。はい、本日もラジオです。ラジオです。本日も、デイジーチャーコールビーカフェのお時間がやってまいりました。今日も転びっぱなしねえ、はい、そうね、あれですね、今日も海が見えるそうです、ね、素敵なスタジオからお送りしたいと思います。はい、素敵な空が灰色で灰色とした感じで梅雨空が続いてますね。テンションも上げていきましょう。はい、こういう時は、はい、今日はなんと、はい、新しい方が、そうですね、皆さん女性の方がゲスト来てるので、はい、まず、はい、自己紹介から。あ、そうですね。それぞれ、ね、自己紹介。マスクマンから。はい。あ、そう。マスクマンです。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ハッピーアンのレアキャラポンポンツカポン、ベイマックスです。よろしくお願いします。はい。結構出てるけどね。はい。ハッピーワンの、癒し担当の職員と言われてます。はい、癒されてる。そうなれるように、はい、頑張りたいと思います。癒されてますよ。はい。ありがとうございます。はい、癒よろしくお願いします。はい、じゃあ続いて、はい、どこからともなく石垣島から現れました、はい、竹です。よろしくお願いします。竹さん、よろしくお願いします。はい、本日の主人公、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、那覇市から来ました。近く、ごめんなさい、はい、大丈夫ですか。はい、那覇市、那覇市にあります就労支援センター愛子から来ました。はい、佐藤かな子です。はい、よろしくお願いします。かな子って呼んでください。かな子さん、よろしくお願いします。かな子さんです。佐藤、はい、佐藤です。佐藤、はい、佐藤電機なんだよそれは。で、あ、それで加藤千葉工作から皆さんね、またツイキャスも受け付けしているんで、はい、ツイキャス、はい、の方パパちゃんと中村夏美さんから、あ、はい、おはようございます。おはようございます。ツイキャスから見てますよって。 ありがとうございます。ありがとうございます。障子の隙間から見てるんですね。カンパチさんからおはようございますと来てます。はい、おはようございます。おはようございます。ありがとうございます。おめでとうございます。何が、はい、チーンで、チーンでね、はい、はい、はい、で今日あ、そうですね、今日は佐藤さんが来てくれてるのに、はい、実は訳があって、はい、いろいろ、はい、皆さんにご紹介したいことがあるということで、はい、ではお得な情報を告知ですね。はい、緊張がほぐれていればこうよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。大丈夫ですか？大丈夫ですか？緊張は、はい、はい、じゃあ緊張して、緊張しながら喋りましょう。はい、はい、ではよろしくお願いいたします。はい、来たる6月4日、5日土曜日日曜日になります。はい、糸満にあるイーアス沖縄にてユイジョブマルシェを開催します。マルシェ、はい、ユイジョブとはですね、沖縄県内の障害者の働く場を広め、また深めるという目的で大和福祉財団さんが主催しているフォーラムの分科会で発足したものです。なんと、ごめんなさい、はい、ユイジョブでは障害のある当事者、支援事業所、教育機関、企業、それぞれが仕事を通じて結びついていく活動を行っております。今回のマルシェには就労支援事業所や障害者雇用企業事業所に作業委託をしてくれている店舗などが出店いたします。はい、お願いします。はい、はい、こちらです。現在の出店予定はですね、
はい、ひまわりファクトリー、ヤンバルステーション、フォープレスト B、 千バル工房、若竹福祉会、就労支援センターアイコ、ヤンバルサイサイ、子育て良品、ペルシノワークセンター、トゥムヌイ福祉会、 B 型事業所リアム、さらにですね、今回宮古島から宮古福祉会さん、くこりもやさん、石垣島からユニバ石垣さんの参加があります。とても楽しみです。私も楽しみ。はい、日頃、障害のある方が事業所で作っている雑貨製品やお菓子、コーヒー、スキンケア商品などが出品予定です。スタンプラリーも、開催予定しております。商品購入でもらえるスタンプを集めると、もれなく商品ゲットのチャンスあり。ゆいジョブライブも両日2回開催いたします。とても盛りだくさんの内容です。マルシェを通して障害のある方の働く場、さらに障害者雇用に取り組む企業を県民の皆様に知っていただくいい機会かなというふうに思っています。ぜひ足をお運びいただきたいなと思っていますので、皆様よろしくお願いします。よろしくお願いします。あれですね、あの既成の製品にはない味クーターの味のある商品でいっぱいですよね。そうです。どういうこと？いい味出している商品。あ、ね、写真を見るとね、そあの どれも個性的で、こう いい商品が、はい、あの結構、うん、おしゃれなやつとか、ね、おしゃれなやつ多いですね。化粧品も載っていますね。そうですね、はい、アウトサイダーアートのような抜きんでたセンスに溢れてるんだと思いますよ。ありがとうございます。ごめんなさい。あとユイジョブライブというものもあるんですね。14時と16時の両日2回開催という、ね、記載がありますね。誰が出るんですかね。これはですね、ユイジョブの、まあ、リーダーと言います、リュージョブライムのリーダーが、はい、爽やかの赤峰さんですね、はい、とてもあの能力が高い、あの、ね、ナイスガイなので、ぜひこれも期待していただきたいです。ナイスガイさんが何をなさるんですか。何でもやりますね。歌うし、三振弾くし、踊るし、本当に面白い。あの遠藤健二さんって方が一人でこうあの後楽園でライブやりましたけどね、ギター弾いてドラム弾いてっていうのを一人でやって、どうもマニアックでした、すいません。今日陳の回数が心なしか多い感じがしますね。暴走してますね。じゃあの今日はテーマあるんですよね。今日はあの就労についてのテーマということで、あの、マスクマンはこれまで就労経験とかは どういう経験をしてきたんですか。そこにいるツカポンと一緒にここにいましたね、はいはい、そうなんですよ、あの実は病院 の、あの今は A 型 B 型っていう言い方するんですけど、はい、受産室っていうのがありまして、はい、でそこがその就労の訓練の場所がありまして、はい、でパン屋さん、農工班、あの名刺印刷班に分かれてまして、はい、そこで名刺印刷班に2人あのマスクマンと、うん、あの通ってまして、はい、そこで出会いました。あ、そうなんですね。出会いがそこなんです。あ、そうなんですね、うん、出会いはそこから、うん、何年ぐらいのお付き合いになるんですか。何年なのかな。14。あ、そんなになるんですか。15ぐらい、それぐらいになる。じゃあ、ね、お互いのことはもう よくあの白髪の数を数えるくらいに仲良くなりましたね。お互い超えたよね。鼻毛がね、白髪が伸びる。そうなんですね、うん、あ、じゃあ、あの その頃から一緒に作品を手掛けたりとか。いや、その頃はしてたの。その頃は特にはコラボしてなくて。そうですね、はい、うん、あ、そうなんですね。その頃は距離持たれてましたね、うん、あ、いろいろあったんですね。あ、メッセージが、はい、あ、就労支援センター愛子さんのフェイスブックページ見つけました、フォローしますねっていう川平さんから来てます。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんにもお勧めしてください。はい、愛子のフェイスブックがあるんですね。あ、そうなんですね、はい、愛子っていうとあのカブトムシじゃないですよね。歌った方が良かったかな。ごめんなさい、すいません。
愛子さんのことも聞きましょうか。そうですね。そうですね。愛子さんも。愛子さんにご質問があれば。はい、あ、じゃあ質問を自分やっていいですか。はい。てけててん。こちらは就労支援センターっていうんですけど、こちらは A 型ですか、 B 型とか。はい、A 型、B 型、定着支援、移行支援、あとは自立訓練、過去生活訓練というサービスをやらせていただいています。すごいですね。小物とか手工芸とか。事業所の中では、そういう手工芸の、作品だったり受注の作業っていうのを主にやってるんですけれども、特にですね、施設外就労っていうのを皆さんね、あの聞いたことあるかなっていうふうに思うんですけれども、一般企業さんから依頼を受けて、その時間帯作業だったりお仕事を、こなさせていただくっていう形の就労を、結構力を入れてやらせていただいています。すごいですね。その現場に行って直接学ぶってとても貴重な体験や。そうですね、貴重ですね。自分の話あ、いいですよ、はい、どうぞ。自分も、その受産施設でこのイラストレーターというソフトを独学でやり始めたのがデザインに入ったきっかけ でそれで当時スタッフから障害者雇用で広告代理店 の会社があるということで、そこで10年間以上障害者雇用で頑張って、はい、で今は事務所を開業してます。デザインの、すごい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 。マスクマンは、え、何や。いや、就労の、ああ、まあ普通に働いてますけどね。そうそう、細かく言うのは職場に知られるのでやらせていただいてます。一般職場でやってやらせていただいてますね。じゃあ、まあ、これまでの経験で良かったこと何かありますか。良かったこと、え、こう、いや、まあ利用者の方々に喜ばれた時とかは純粋に嬉しかったですね。そういういいことがあるんですね。そうですね。ありがとうみたいなこと言われたら嬉しいですよね。やっぱり、ね、やりがいを感じますよね。そうですよね。その職員の方にね、まずマスクがいないと困るみたいなこと言われたらね、いたら困るんじゃなくて、いないと困るって言われたら嬉しいですよね。本当ですね。そうなれるようにね。言われたんで、それは嬉しかったですね。おめでとうございます。ありがとうございます。人生勝利してんの。ここは細い。はい、ちたけさんは、ちょっと一言、自分前職で リーダーチームの中につかぽんさんのデザインとっても好きって言ってくれるリーダーの子がいて、はい、その子がいたから自分10年続けれたかもしれないです。それが救いだし、障害者雇用ってことで熱いんですよ、サポートが、はい、そうなんですね。それで結構、できたかなっていう感じですね、10年間。とても人間関係には恵まれていたんですね。そういう方に出会える場所があったってことはね。そうですね、はい、ストレスはあったりもしたけど、まあ、被害妄想とかが結構強かったので、はい、きつい時はありましたけど。そうなんですね。たけさんはどうですか。こう何か就労のこう出来事とか、そういう就労ですね、はい、僕は最近から B 型始めたばっかりなので。あ、そうなんですか。ちょっと週2でやってるぐらいなので、そうですね、まだ始めたばかりなんで。じゃあ、まだよくあれですね、はい、何か就労を自分磨きとか頑張ってることとか何かあったりします。そうですね、だからやっぱ音楽制作に一番主観を置いてて、まあ、儲かるために、儲かる前、なんて言ったらこれで お金がね、稼げるように なったら素敵ですよね。まあ、それできたらいいですね、一番。いけ、どんどん。一番難しいですね。はい、まあ、そうなんですね。じゃあ、まあ、こう試行錯誤しながら努力しているところですね。はい。はい、分かりました。ありがとうございます。じゃあ、マスクマンさんにマイクをお返しします。趣味は人間観察です。あ、いいですね。すみません、奥で国語辞典読んどきますというわけで、メッセージが、メッセージ来てる、
変わっちゃったから。ああ、愛子の由来は何でしょうか。愛子様、お愛子、何でしょうかね。はい、ありがとうございます。あ、どうぞ。実はですね、愛子って私の亡くなった祖母の名前なんですね。はい、すごい。福島県で私生まれ育ってきたんですけれども、祖母が、もともとこういろんな方を受け入れる下宿的な昔のね、おばあちゃんが、いろんな学生を、寝泊まりさせてご飯作ってっていうことをされていた、おばあちゃんなんですよ。でカタカナでああいい子っていう風に書くんですけれども、すごくなんかその感覚っていうのが今の自分に、生きているのかなっていうので、その思いも引き継げたらなっていう風なことが、最初のきっかけです。でも愛子って可愛くないですか。可愛いです ね, ですね、うん、であとメリットが、あいうえお順で並べていただけた時に、はい、ああいいだからもうトップに来るんですよ。あ探していただきやすいっていうところで、うん、なるほど、はい、もう覚えてしまいましたね。愛子お願いします。はい、お愛子っていうのもいいですね。そうですね。そうね、愛子ね。ね、素敵ですね。あ、関係ないね。うん、愛子、うん、私はかな子です。あ、よく愛子さんって言われますけど。あの次の行ですね。そうですね。川島さんから素晴らしい由来ですね。しかも名簿のトップと来てますね。あと、夏美さんと太鼓さんからも来てますね。はい、これは 今の会話とはちょっと関係ないことですけどね。うんうん、先ほどの10年続けるってすごいねって。ね、10年なんだかんだでね、入院も何回かありましたよ、その時。そうだね、お見舞いに行ったね。うん、だから結構ね、何回入院したか分からないぐらいちょっとあったんですけど、うん、その気持ちをポエムにできたらいいかなと思うんですけど。あ、ポエムいっちゃいます。音楽は大丈夫。ポエムの前に音楽。あ、音楽からいきますか。ちょっと太鼓さんから結構聞けるんで、太鼓さんがちょっと紹介していいですか。はい、先生、太鼓さんありがとうございます。本当にありがとうございます。太鼓さんのおかげで生きていけます。はい、今日ラジオが太鼓さんの、太鼓さんのおかげ、愛子さんのおかげ。はい、うん、だから そうですね、言わないっていうのはダメよね。太鼓さんからヤホーと相方根気強い、宮城に愛子駅怪しって名前あるねって。そうです、そうだそうです。はい、ありがとうございます。最後ありがとうございます。ありがとうございます。探してみます。はい、はい、じゃあちょっと拓也さん、あ、じゃあ竹さんごめんなさい、本当ごめんなさい。今日は竹さんおすすめの曲ということで、はい、サンセットのブルースイングって曲、はい、ごめんなさいね、なんかちょっと重たくてね。いい、ドンドッドッドドンドッドッドドンドッドッ、いいですね。パーティーかな。中村夏美さんから、大吾さん物知りやなって来てますね。ああ、そうですね。じゃあ曲しましょうね。あ、曲、はい、お願いします。お願いします。なんかこの安っぽいって言い方が変だけど、かっこいいね。いいシンセの音がいいね。これ最近の曲？ピアノめっちゃかっこいいじゃん。ジャジーだね、フュージョンみたいだね。シャイ音出るな。なんか渋谷系とか思い出すね。うん、好きですね。車両つてるな。マスクマン、ポエム行く時間大丈夫かな。今48分なんで56分に終わるんで、あと8分、ね、大丈夫ですか。曲終わったら CM 行くよ。あ、CM、ね、今回読むポエムの内容全然違うけど、いいのか。もういいじゃないですか。どうしようかな。じゃあ、塚ポンさんに即興でポエムを歌ってもらおうか。1分以内で聞きます。あ、どうしました。何でもないです。何でもないです。あ、太鼓さんから、
専門学生時代電車で仙台駅行くまでの間よく見てたって。何を見てたのか。あ、怪しって駅って名前のね、仙台、仙台駅でも呼び知識がないな。牛タン、牛タン有名なの。じゃあ違うか。じゃあ牛たちの叫びの声が聞こえるんだね。そうですね。なんて言ったんですか今。愛子さんに紹介して、はい、念押しで、そうですね、みんなの記憶に残るように海馬まで残るから前頭葉だけじゃ済まないよみたいな感じで。もうすいません、もうちょっとわけわかんないですよね、いつもこうなんですよ。でも、あの心強いなっていう、それがそう一人いるだけでだいぶ違いますよね。ずぶとすぎるよね。死んでなるより全然いいと思いますよ。あ、はい、存在を言ってた。 大事な存在。ありがとうございます。七重の腰をやりに地面にもう一個メイコンぐらいにあのお詫びします。無理だし。はい、どうもすいません。はい、チンチンチン。またメッセージが何だ、払えてきた。払えてきた。あ、牛タン、ササカマ、カサカマ、カサカマ。牛タンね。あ、シウダって持ち、持ちかな。あったりね。ホヤって魚ですよね。うん。です。あ、違うの？貝。あ、貝か。そう、なんか絞る、なんか何個みたいな、なんか絞る。あの、なんか口からなんか出るやつですよね。美味しそうですね。あまり好きじゃないかな。それはあの豆、枝豆の、あんこ。あんこ使ったらずんだ餅っていうのが有名でめっちゃうまいですよって。ささかまは笹の形をしたかまぼこ。ああ、ネギモノですか。そう。魚肉ソーセージってマグロだったんですよ、じゃもとね。あ、そうなの。うん、マグロがなんか、あの原発事故で余ったからマグロでやってたみたいな。あ、そろそろ CM 終わるね。はい、CM 開けました。開けました。開けました。おめでとうございます。おめでとうございます。あのここでちょっとつかぽんから、はい、あのいつものあのポエム愛好会のコーナー行っていいですか。あ、その前にごめんね、本当ごめんね、はい、あのご了承してから。ご了承、あの愛好、あ、ポエム行ってから最後に。あ、そうなんて、うん、あら、ごめんなちゃいね。行っていいですか、すぐ、はい、どうぞ。ポエム、ですね、あの沖縄市に、はい、あの電波さんっていうアーティストがいるんですよ、はい。でその方が友達から聞いたら、現代人って電波食べて生きてるみたいだねっていうことで、なんか電波さんってアーティスト名らしいんですけど、はい、その人のその方からインスピレーションを受けてポエムを書いたんですね、はい、でそれを言います。はい、お願いします。電波、我々は電波を食べて生きる仮想現実の住人、最近できた新たな友人 AI、 肉体を持たない AI、 0と1の感性を持った意識の集合体、この仮想現実をじっと眺める人の脳も意識の集合体、脳はこの仮想現実を認識した、0が1、認知のリアル、ふと夢から覚めると頬を温める優しい光たち、今日もこの日差しの下で深呼吸。以上です。ちょっとね、なんかちょっとあれ、はい、ありがとうございます。なるほど、ありがとうございます。クオリアですね。クオリア、実感みたいなもんですか。そう、認識っていうのがね、その認識のみたいな感じですか。だからあるな、デカルトみたいなね、うん、まあ、我が思い、我が認識とか哲学って難しい、ちょっとこれ長くなるから、うん、あの愛子さん、愛子さんって言ったら、あ、はい、あのちょっと、はい、ちょっと話をよろしくお願いします。もう一度、じゃあ せっかくなんでイベントの編集後期を、ありがとうございます、はい、お時間いただけるんですね。あ、いいですよ、はい、どのくらいいただけます。あと2分ぐらいです。あ、本当に、はい。そしたらちょっとこれの前に、はい、実はうちあの
那覇市の朝日町にレストランがあるんですけれども、はい、こちらもちょこっとだけ広報させていただいていいですか、はい、ありがとうございます、はい、ですね、ビュッフェスタイルでランチ1時間1,050円、ディナー2時間2,000円っていう形で、やっております。はい、お手頃ですね。そうです、はい、本当に。で、実はですね、6月1日から1ヶ月間、はい、これバリューフェアっていうものに切り替えてちょっとメニューが一新されるので、ぜひこちらも興味がある方は来ていただけたらと思います、はい、新味がで、メニューが一新されるんだったら、楽しみですね。スタッフの方は障害者とかそういうのは関係ない。そうです、それも込みで、 A 型の方も、こちらで働かれていますし、移行支援の方も訓練として入られていたりします。 B 型の方もですね、はい、素晴らしい、美味しい料理が待ってるんですね。はい、お待ちしております。ちなみに おすすめの料理とか、何が おすすめですとかありますか。特にですね、はい、実は知る人ぞ知る料理人っていうのが中華にいまして、はい、中華料理エビチリとか麻婆豆腐とかっていうところではとっても人気があるメニューがあります。これを目当てに来られる方も、毎日出るわけではなかったりするんですけど、幻のメニュー、はい、で、はい、すいません、はい、お時間があれなので、はい、最後にですね、はい、再度念押しです、はい、ユイジョブマルシェ6月4日5日、はい、ぜひいらしてください、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。また来年、また来年、よかった。